マリさん、得意の一人キーお願いします。あ、やっぱね、東京に来て一人がなる。そう、一人キー。はい、はい、次どれ行けよ。はい、マリさん、それマリさん、マリさん、一人キー、忙しいね。マリさん、もっといい、もうちょっと投げるポイント、そう、あの、近めに近め、オッケー、一人、一人キー。もえさん、もえちゃん、もえちゃん、今投げるとこいいから、あの、そんな感じで、うん、オッケー、ありがとう。マジ？高い、高い、なんか。もえちゃん、もえちゃん、もうちょっと前、今近いから投げるとこ、だからもうちょっと前に投げる。一人でやってんのよ、一人で。オッケー、ありがとう。ちゃん、あやさんを打つ意気込みは？まあ、あの、ふわふわ可愛いんですけど、はい、私が打って、あの笑顔から悔しい顔を引き出したいと思います。結構なあやさんは負けず嫌いなんで、うん、この間、うん、ユーポンにファール打たれただけで悔しがってましたから。まあちょっとユーポンの代わりに打つってのはちょっとなんかあんまりいい気持ちはしないんだけど、でも彼女として、彼女として敵を取らないと。打てなかったそのユーポのために私が打つのはちょっと気に食わない、正直。確かに、もう早く早く別れた方がいいよ。ユーポのこととかあんま気にしないで。確かに、私はあんな、あんな彼氏早く別れた方がいい。おお、いいね。この彼氏何も言ってないですけど、うんうん、まあ、ユーポンのためにね、打ちたいなと思います。ユーポン、今日は彼女の前で打たないと。そうだね、うん、自信は？これで打たなかったらさ、もういよいよだよね。いよいよ、いよいよ、いよいよだよね。いよいよね、そう、その別れの季節。確かに夏に入ってたもうこれでユーポンが打たなかったら萌ちゃんを視聴者プレゼントします。それちょっと意味が違う、違うだろ。あ、違う、違う、萌ちゃんがダメだけど。あ、そう、そう、そうだね、ダメだね。それも違うだろ。それも違う。ユーポンを視聴者プレゼントします。はい、応募ありません、多分。はい、どしどしお待ちしています。お願いします。4人まで、4人まで OK です。誰も欲しくないよ、これ。前回、まあ、ユーポンはね、あの雑魚キャラなんで、はい、あの打ち取ったんですけど、今回萌ちゃんめちゃくちゃ見てるから、まあ、チェンジアップと外かな、萌ちゃんちょっとなんか真ん中から内が強いイメージあるので、うん、外でまあ引っ掛けさせるか、まあ、ファール打たせて最後チェンジアップで締めるんで、チェンジアップでもなんか対応してきてそう。確かに、どういう組み立てでいきたい。1打席目まず様子見やな。ユーポンはもうガンガン押していっていいし。ただユーポンが今日ちょっと気合い入ってます。マジですか。なんか今日打てなかったら萌さんに別れるって言われてもうとう別れるってもういよいよだねって言ってました。人生かけてます。はい、じゃあ、とりあえずユーポンはもうまっすぐとあのチェンジアップを駆使して三振取って、で、もうちょっと1打席目でちょっとあの攻め方見て、はい、3の1長打、長打ぐらいにします。そうですね、はい、3の1長打で、3の1長打で俺らの負けで OK、 先やりたいな。はい、皆さん頑張って、向こうもちょっと気合い入ってるんで。いや、こっちも気合い入ってますよ頑張ろう。可愛い顔をボール当ててヒット打って悲しい顔に変えてやるって言ってました。じゃあちょっと今日申し訳ないんですけど、破局で破局させましょう。破局させます。はい、お願いします。はい、あのサンプルは早く破局させた方がいいんで、はい、破局させます。はい、気合入ってる今日気合入ってる。もうこれ打てなきゃ破局だからね、ユーポンね、もう言われてるからね。うお、今日気合入ってます。いつもと違う、目つきが違う。いや、いつもと違う、目つきが違う。取りたい、打ち取りましょう。打ち取りますチンカップつけてます。キャッチャーありますね、多分どっかに。
ソフトボール。ソフトボール1個拾うよ。よっしゃー。よっしゃなんだあの大げさな振り。もう舐められたらね、ちょっとやばい。確かに舐められたらもうやるしかない。舐められたから気合入ったよ。分かれるぞ。発射だ。よし。わあ！よし。わあ！はい。はい。はい。いや、これは。ライトボイル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 だ。だ、ユーポンスよ。おい。まだまだ長男じゃないんだね。うん。多分ちょっとライト前っぽかったね。ライト前。ちょっとユーポンがうまかったす今。うまい。えぐい。やばい、じゃあユーポンライト前ヒット取りましょう。別れたくないから。これがやっぱあれですね。恋の力ですね。はい。こういうことがあります。恋の力でかー。じゃあ、いい高いですね。まあ、そろそろ、まあ、いい感じに集まってきたんで。やっぱり、ね、あやちゃんは追い込まれてから力を発揮するタイプだから。これはでもね、7割ぐらいで、5割ぐらいで投げてて、最後エグい球投げてたから、この2打席本気で抑えよう。はい、じゃあ、ナイスです。よっしゃー、雨降るわ。確かに、でも強敵萌ちゃんですからね、この後。萌さん、でもこれもう2打席いらないですよ。1個ヒット打ちはもう勝ちなんで。まあそうですね、はい、さっきあやさんが、はい、じゃあ1ヶ月前からプラス6キロしてるんですって言いましたよね、はい、体重、まあ、こっちも体重増えちゃってるんで。え、もうマネージャーに言われましたよ。ちょっとねって言われたんで。忘れたんじゃないのって言われたんじゃないですか。あのなのでちょっと今減量モードに入ってはいるんですけど言われちゃったから。じゃあ、ね、どっちが本当の増量か。確かにどっちが本当の6キロかってこと。どっちが本当の6キロ対決かですね。本当の6キロ対決を今からしたいと思います。一発で決めちゃってください。一発で、はい、もう2打席やっていらないね。確かに。ちょっとやられました正直迷ったんですよ。まっすぐでもよかったんですけど、あの空振りがわざとだった説があります。一気目に決めわざとした説あります、はいはい、ちょっと大なんか大げさに転びましたからね。そうあれ餌まかれたかもしれないです。はい、言える。ちょっとあやちゃんに申し訳ないです。ちょっとここから本番って言っといてください。はい、あやさん、ここからが本番です。ちょっと悔しいですけど。マジ悔しい。向こうさんもちょっと配球を悔やんでましたね。いや流れちゃいますね、外に。まあ、普通のいつものユーポンなら打てないんですけどね。まさかの今日はやっぱ愛の力。愛の力ってでかいですね。はい、でかいです。羨ましい。いつ見ても綺麗それ。いい。いい音。いつ見ても綺麗。おお、ストライクだ。いいね。ストライクだ。行こうかな。まあ、ユーポン打ったとか関係ないんで、正直もうお別れはお別れなんで、私がちゃんと二塁で打ちます。なるほどね、ユーポンはいなかったっていうせいで。はい、もう夏は別れの季節です。確かに夏は。よし、行こう。よし、ええ、こうやって言うな。
だいぶ詰まりました。来た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 。来たよ。ラスト。ラスト。インコースのチェンジアップ。外外外見せてインコースのチェンジアップ。これエグかったな。ナイスナイス。だいぶ詰まらせたんで。どん詰まり。あんな詰まった萌えちゃん見たことない。確かに。萌えちゃんどうでした？詰まらされた。チェにやられた。チェにやられた。チェ。チェ。チェ。でもあんなに萌えちゃんが詰まることなくない？本当に。確かに。チェンジアップで詰まらせるってなかなかじゃない？あんまり。ってことはいけるんじゃないか。どこで足出してるか分かんなくて。そっか、ソフトボールだから余計に。はい、あのこれもリーチなんで。確かに。あのこれであやちゃん勝ったらどうします？シューズ作ります。もう全身全身になりますけど。全身。靴。靴でもいいです。スパイクでもいいですし。あ、スパイクとかあるよ。スパイクあるんですか。ああ。アップシューズ欲しいです。アップシューズですか。いいですよ。大丈夫ですか。萌えさん打ってくださいよ。じゃあラスイチ、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんなようなアップシューズ、そうかわいい、これいろんなカラーできますんで、かわいい、はい、完璧でした。でもちょっとあのやっぱまっすぐが今まだあれ、今日ちょっと調子悪い。最近なんかちょっと調子を落としたらしいんですよ。あ、多分あの動画が良すぎてあの理想を求めすぎちゃってあのよくあるパターンです。確かにホームランだと打てなくなるみたいな感じですね。だからちょっともうあの平常心で、あのもう俺のキャッチャーミットめがけて、はい、ラストどうする？まっすぐ勝負でいきます。なんかチェンジアップも使わずにいきます。たまには力でねじ伏せるとこ見せます。あ、それもありです ね。じゃあ始まる前にお前前期はそれと勝負で、OK、お前ラストよ。あ、はい、頑張って。よし、頑張る。絶対打ってよ。うん、OK。 なんか冷たいな。本当の別れなんで、これが絶対に打ちます。愛の力ってやばいですね。やばいです。欲しい。あやさん、彼氏はいないです。募集中ですか？募集中でーす。彼氏禁止です。でもマネージャーは？ OK って言ってます。じゃあいいですね。はい。ぜひぜひお願いします。いっぱいコメントきますよそれ。本当ですか？はい。コメントしよう。可愛いって言われないんですよ私。C さん、コメントしましょう。僕はですか？桜みたいになっちゃいます。おお、ファール。おお、ファール。ファール。マジの今の。完璧。今のめちゃくちゃいいな。ああ。前球それぞれ分かんないし、聞こえてるから。連れてけ、連れてけ。萌えさん頑張って、シューズもらってかれちゃうよ。チェッチェッチェッか、これは電球まっすぐじゃないの。チェッ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 チェナイスピーナイスピーはい、イエーナイスピー。当てられたけど、萌えさん、完璧にやられた。やられた。ちょっとね、前球分かってても打てないまっすぐっていうね。じゃ自分で悩ましてましたよ、チェとか言って。ストレートだけ言ってんのに。ストレートってめっちゃそれ思いました。チェかなって思った。いやいや、でも結果的に3打数1安打ね、あやちゃんの勝利ということで。やられたよ。あのスパイクですか。はい、あのシューズ、シューズ、アップシューズ。アップシューズ作るんで。最近作れるようになったんですよね。いや、結構前から作れるんですけど、大々的に出したのが最近です。はい、なんかメッシュとかも支えるから結構何でもあります。
あの可愛いの作ってもらって。あ、可愛いの欲しい。でもちゃんとグローブ切りといてよ。はい。オーダーカラーと。これ貧血めそう。大丈夫大丈夫。やばい。ちょっと、あ、ちょっと喋っといて。じゃあ勝利のインタビューを。勝利インタビュー。あ、でも前回よりちょっと当てられちゃったのと、はい、コースがやばかったんで、まあ勝ったとは言えど悔しいです。それでも悔しい。はい、多分これはあの中学校の時の監督とか、はい、まあ、お父さんとか友達みんなにめっちゃ言われます。あれは打ち取ってないって。絶対厳しいコメントめっちゃ来そうです。いやでも今日萌さんは完璧に打ち取りました。ユーポンにちょっと打たれたのだけ。もう一回やりませんか。ありがとうございます。ちょユーポンの登竜も最近強くなってますよね。いや最近結構打ちます、はい、この間も、この間もあれですからね、勝ちましたもんね。確かに打撃フォーム変えたんで。次は絶対打ち取りましょう。次マジ絶対に打ち取りますから。怖い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 んだな。今ちゃんとドロップとライズ練習してるんで。やばいぞ。まっすぐと手だけじゃなくなっていいだろう。次また勝負だってユーポン。まあ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 帰り口にしますよ。またえなんてまた帰り口にします。あーオッケーオッケーオッケー。まだこれで引き分けなの。確かに引き分け。ユーポンと確かに。萌さん、はい、何してんすか。ちょっと外のさ、一人でずっとストレートなのに俳句読んじゃってさ、チェチェチェとか言ってストレートって言ってんじゃん。いやいやだってさ、そんなさ甘くないじゃん。あのどんな悪い男と付き合ってきたらそうやってなんか疑っちゃう心。吉本のせいで狂ったわ。そうもういつもの萌さん、昔の萌さんだったらもう素直に信じてストレート待ってたのに。まあちょっと多分打てなかったんで、うん、吉本はあのあやさんにあげますか。あげます。え？困りますよ。吉本あげるって言ってます。ちょっとあの息子さんが倒れてるので、どうぞよかったら。彼女、ありがとう。こちら、何？こっちが彼氏彼女になってました。あ、吉本もあげるのにな。やばい、聞かれました。マネージャーありがとう。じゃあ、いてよ。あの。いきなりキャッチャーだったら今日35度らしいんで。確かにあのピッチャーもめっちゃきついですけどキャッチャーっぽくやばくてちょっと貧血ありましたね。でもあやちゃんがマッチくれたんで。確かにいいマネージャー。今日どうだった。なんかこの間よりちょっとやっぱプレッシャー感じたかもしれないですね、うん、プレッシャーも感じたし、うんうん、暑さにやられました。そうそうそう。であとはちょっとねボールも滑る、うん、あの汗でね。でちょっと次はロジン用意して。確かに結構まあ悪条件の中よう頑張ったことじゃないですか本当に、うん、いいボールでした、ね、どうだった。悔しいしか出てこない。いやでもまあやっぱ対バッターを積み重ねないとやっぱあれやから、うん、だから今ねちょっとあの的に向かって投げてるから、はい、まあだから次はちょっとイメージしながらって感じですか、ね、そうですね。次茨城では、うん、今キャッチャーと2人でこうピッチングやってるんですけど、うんうん、次あのバッター募集してます。茨城まで来てくれる。茨城まで来てくれるバッター募集中です。あの危なくない人でお願いします、はい、怖くない人でお願いします。なんかあのそういうなんかやましい心がない人。的です。あくまでもね。バッターも的。そうそう。まあ、僕らが茨城行った方が早いですけどね。確かに。そうしましょう。それで約束してたのに また来てくれたんで。はい。あの僕らが茨城行かなすぎて、向こうさんたち来てくれないじゃん。じゃあ私行くわって今日なってると思うんで。ね、ごめん。来ちゃいました。そうそう、ありがとうね。向こうさんも大会終わったら。そうそう、ちょっと落ち着くんだね。はい、落ち着いたら。確かに確かに。そのタイミングで行きますか。はい。あと来てもらって向こうずにも。確かに確かに。もうユニフォーム作ってるんで。あ、そっか。はい。向こうずの今度試合来てもらえますか。そうですね。今度来る。そうしよう。やっぱオーディションしてもらわないと。もう十分でしょ。もうこれがオーディションですよね。はい、ウォーキングとかいらないです。ウォーキングいります。ウォーキングいります。個人的に見ます。確かに確かに。でも萌ちゃん、まっすぐと分かって打てなかったんで。確かに。あの萌ちゃんなんですよ。はい。でもちょっとチェンジアップ、いっちゃおうかなと思ったんですけど。いやでも行ったら、そう。俺もね、ちょっと思ったんですよ。あの嫌な気持ちあって。はい、ここでちょっと行って三振取ったろうかなと思ったけど、なんかやっぱそこはお互い思ったことが一緒。ああ。もうサイン出さずに、いやでもここまっすぐだよなって。ここ最近ずっと以心伝心。そうさすが結婚前にデートした。危ない。あの動画で結婚前にデートした。二人だな、はい。いいバッテリーだと思うんで、これからも頑張っていきます。はい、お願いします。あやちゃんのね、あのこの間インスタなんか1000人近く増えたらしい。おお。またインスタフォローよろしくお願いします。はい、また1000人お願いします。TikTok も見てください。TikTok もお願いします。はい、ありがとうございました。イエーイ。